こんにちは。365日レトルトカレーを食べ続けるおっさんシーズン2です。今日食べるカレーは12種の野菜カレーです。このカレーは日霊フーズさんのカレーなんですけど、パッケージには1日分の野菜1/3、120g 分使用ということで、1日に必要な一般的に言われる1/3の野菜が、1食の中に入っているカレーです。プラス食物繊維とも書いてあります。たくさんレトルトカレーを食べてきて、年々こういった健康にいいカレーというか、健康に留意した内容のカレーが増えているような気がします。これはとてもいいことだと思っています。それでは今日の12種の野菜カレー、今から食べてみたいと思います。12種の野菜カレーです。野菜は刻んだものが入っているようです。ではいただきます。一口目強く感じるのはトマトの味わいです。入っている野菜を紹介しておきます。玉ねぎ、人参、キャベツ、インゲン、かぼちゃ、ピーマン、レンコン、ごぼう、セロリ、その他にもリンゴペースト、おからなどが入っています。食感が楽しめるというか、ごぼうとかあるいはレンコンなどによるものだと思うんですけど、歯ごたえがシャキシャキする感じがして、そういう面で食べ応えのあるカレーだと言えると思います。ごちそうさまでした。食べる前のイメージはヘルシーで、何かこうライトな感覚のカレーかなと思ったんですけど、こうして食べ終えて、全体的に味わいが濃厚だったと、そのように感じています。そして今日食べて改めて感じたのは、レンコンやごぼうなどの根菜類がカレーと合うなと。それは特に食感がこうシャキシャキしたっていう感覚が、カレーの味わいとマッチしてるなということを改めて感じました。とても食べ応えのあるカレーだったと思います。それでは今日のこのカレーの採点と現在のランキングをご覧ください。さよなら。このランキングは4つの項目、味わい深さ、具材、程よい辛さ、コスパ、それぞれの得点の合計で順位をつけています。ゆうゆうクラブ TV チャンネル登録お願いします。